夢ラジオ第2206回、今日は令和2年5月21日木曜日です。時刻は午前10時半、横浜港北、木曜の朝が明け、けど空は曇り。だけどマンション前の森はもう緑がどんどん濃くなってきて、夏を感じさせます。やがて梅雨、そして今年も本格的な夏が来ます。ウイルスなんかぶっ飛ばしましょう。今日は午後、早い時刻から八王子にオフラインのお仕事、私もお出かけいたしますが、その前の時間を使っての夢ラジオです。2206回目の夢ラジオ、今回はワンポイント多義語ビル取り上げます。ワンポイント多義語ビル。名詞ビル、これをきっちり押さえておきましょう。しかも上級者にならないとここまで目配りができない。ビル、ちゃんと言えるでしょうか。てか初級中級だとね、ビルって何ですかって言われて何にも答えられないんじゃない？もっとひどいと、ビルってそこら辺の建物の、いやいや、それビルディングじゃねえか。綴りも違うん。はい、BILL ですよね。これなんだかわかります？これ、そもそも。初級、中級じゃ無理な場合も多いんじゃない？まず、ビルなんですけど、請求書、または勘定書という意味があります。これはもう必ず押さえようね。ですから会話表現でも Bill please って言うんですよ。 Bill please、 これは請求書お願いしますとか、お勘定お願いします。要するにご飯食べて席を立とうとするときに、テーブルにビルがなければね、 Bill please って言うとウェイラーが Yes sir って言ってこう持ってくるわけですね。でその持ってきたビルを持ってお会計のとこ行くとお支払いするという、あるいはクレジットカードで払うという、そういうことなんですよ。ですから、まずビルというのは請求書と思ってください。お勘定でもいいです。もうこの辺で終わりですよね、言えたとしても。だからここから先は上級になると、もう、そう、上級者向けの今回お話ですね。ビル、他には、紙幣という意味ですよ。紙幣。5ドラービル、大丈夫？5ドラービル、5ドル紙幣、または5ドル札、ね。で、ちょっと話変わるけど、この形容詞として5ドラーというこういう言い方をするとき、わかる？後ろのビル就職してるでしょ？ 5 ドラー。こういうとき、複数形でも S はつきませんよ。これも大事な話ですよ。5歳の少年だったら 5 year old boy。大丈夫？ 5 years じゃない。5 year old boy。だから今回も5ドル札なら5ドラービア、10ドラービア、10ドル札ならね。ビル、お札という意味があります。そしてね、お札というのはもう一個ノートという言い方をします。だからお札と言われたらビア、またはノート。だノートの場合はバンクノートという言い方をしたりもします。銀行の紙幣、要するに紙幣ですよ。次にビルっていうのは法案という意味があります。ここまでいけてたら本当に上級ですよ。頑張って。ビルは法案ですから、The Congress passed the new bill. The Congress passed the new bill. 議会は新しい法案を通過した。でね、ビルは法案、まだ法になってないんですよ。そして、で、通過したわけですよね。で、ここから法律になるじゃないですか。で、法律になった途端、それは law という law のよく見るあの形になります。だから通過する前の法案がビル、そして通過した後は law という、こういう感じに思っといてね。ビル、他にも、もうマニアックにやればいろいろ出てきますけど、この3つで十分です、受験生のうちは。はい、1個目請求書、2個目紙幣、3個目、なんだったっけ、法案ですね。請求書、紙幣、法案、請求書、お札、法案。
日本語でビラっていうでしょ、ビラって、ペランとしたやつ、あれもともとこのビルなんですよ。えっと思いません？だからさっきの請求書といい、紙幣といい、あるいは法案といい、ペラッとした紙に書いてあるものっていうのが原義なんですよ。だから、まあ、どっちでもいい意味も他にいっぱいあるっていう、例えば調べれば張り紙とか広告とかそんな意味も出てきますよ。だからそれちょっと覚えなくていいので、それね、それを覚えなくていいので、さっきの3つね、ただペラッとした紙というイメージでいると分かりやすいし、ビラっていうのがもともとビルなんだ、なるへそ。イメラジオ第2206回目、今回はワンポイント多義語ビルお話ししました。もうお出かけするね、オフラインの準備しないといけません。朝の放送はここまでです。